2ボール1ストライクです。坂本、梶谷、秋広と続いていきます。ジャイアンツの上位打線、打球はセンターへ、大きな打球が飛んでもう諦めました。スタンドまで届いていきました。坂本先頭バッターホームラン。まず今日のゲームジャイアンツ先行、しっかりと捕まえました。坂本の9試合ぶりのホームランです。まあ、少し高めに入ったのは見えましたが、いかがでしたか。そうですね、2ボール1ストライクのカウントで、まあ、カウントに不用に取り